身長美容医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長を伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日はですね、身長先生に聞けってことで、おなじみのシリーズですね。皆さんで身長に関する疑問はですね、コメント欄の方に記載していただいて答えるシリーズになります。ただですね、一つだけ問題が発生してきました。具体的に何かっていうと、答えてる質問は昔の質問が多くなってきて、せっかく質問したのに全然答えてくれないっていう現象がね、起きてきたので、身長先生に聞けが例えば20で聞かれたものは25とかで答えるってなると、もう1ヶ月以上待っちゃうような感じなので、ちょっとここで整理するために、今日は21、22、23、24のですね、4つですね、もう答えていきたいと思います。なのでちょっとね、倍率が高くなっちゃうかなと思うんだけど、この4つのコメントで答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。まず21の方ですね、答えていきたいと思います。ヘネさん、筋肉質で身長伸びにくいのでしょうかってことですけども、これはですね、筋肉質になりやすい体質の人っていうのはどちらかというと、男性ホルモンが潤沢に出るタイプっていうような形になるので、そういった意味で傾向がですね、感じられるという可能性はあると思います。ただし、一般的に筋肉質だから身長が伸びないとか、そういったことではないです。ただし、男性ホルモンが分泌されているのがですね、早めに出れば当然その分だけ他の子より筋肉質になりますので、そういったような表現になる可能性はあると思います。次ですね、 K さんですね。骨盤が縮む順番とかありますか？また膝の軟骨がほとんどなくなったら身長伸びませんかということで、骨盤線が縮む順番、閉じる順番のことを指していると思うんですけど、それはあります。指だとこう指先からどんどん閉じていくんですよってところになります。あと、膝の骨盤性がほとんどなくなったら伸びませんかってことなんですけども、これもね、一理あるかなというような気がします。膝の骨盤性がほとんどなくなってくると、全身の骨盤性も閉鎖してきている時期というふうに考えられると思います。で、次ですね、 N さん。身長を伸ばしたい理由で毎日9時半に寝ようと努力しているんですが、結局眠りにつくのは1時間ぐらい経ってからです。無理して寝ようとするのは良くないですか？まずこれのポイントとしては、睡眠時間を確保するところがすごく大事なんだけども、眠くないとやっぱ日中の活動量が少ないってことになるので、日中の活動量を増やす、つまりスポーツをねしていただくってことは、これぐらい眠れないのであれば大事なポイントになるんじゃないかなと思います。次、 R さん。腰をひねってボキボキ鳴らすのは身長伸びには影響ありますか？回答待ってますということで、これは大丈夫でしょう、問題ないでしょう。次ですね、 P さん。身長を測る際、壁に背中をくっつけて測るのと正面に体を向けて測るのと誤差できるのですかね？もちろんできるんじゃないでしょうか。少しと顎の差でも出るぐらいですから、誤差は常にあると思います。次、 S さん。寝るとき電気の光当たって寝ると身長伸びにくくなるんですかね？睡眠の質っていう表現であれば、そういった、ね、表現もできると思います。次ですね、 K さん。身長は一度ぐんと伸びると、ぐんと伸びた後にはもうぐんと伸びることはないということでしょうかということですね。原則的にはないという風な表現で正しいと思います。次ですね、最終的に185センチかってことで、中1 158.3、 中2 167.8、 中3 177.6、 高1 180.7 ってことで、まず高位系の質問のポイントとしては、何歳何ヶ月の身長データかちょっと教えていただかないとちょっとコメントできないです。ただし、今回例えば直近のデータ、中3から高1のデータ見てみると、約3センチ程度伸びていますので、次の年に 1.5 センチくらい伸びることが期待されます。その次は 0.75 くらいっていうふうに考えていくと、2センチちょっとは伸びる可能性があるかなって考えると、183くらいだといいかなっていう気がするんですけど、185は少しね、難しいかもしれません。ただね、諦めることはないので頑張ってください。はい、次ですね、 I さん。塾の先生、女性の方が高校で162のまま止まっていたんですが、大学に入って時間に余裕ができ、1日の睡眠時間が長くなったら164まで伸びたらしい。これは骨盤性が閉じてないということですかってことなんですけども、2センチ程度であれば、ほとんど骨盤性が閉じた状態でも可能性はあります。ただし、一般的に全身の骨盤性完全に閉じた状態では伸びないという表現になりますので、骨盤性が閉じてなかったというふうにね、理解するのが正しいと思います。次、 A さん。腕立て50回、スクワット50回ぐらいだったら全然問題ないですかってことですね。いいんじゃないでしょうかね。ただまあ、毎日毎日やり続けると結構ね、筋破壊が進んでいきますし、成長ホルモン物質という意味だと、もうちょっと普通の運動の方がいいようにも思います。次、 B さん。ということで、卓球全身運動に含まれるか気になってたってことで、含まれますってことですね。はい、じゃあ次、22のね、前半答えていきたいと思います。今回も112個のコメントとか評価書を見ていきますよ。 M さん、質問です。寝る前にチーズを食べると睡眠時に身長が伸びやすくなると聞いたことは、それは本当なんですかってことですね。チーズね、乳製品に該当します。で、乳製品は身長にとってプラスになるという論文も出てますので、ついてみるとね、いいんじゃないでしょうか。ただね、寝る前にね、食べてくださいっていうのものではないんですけども、太りやすい方、注意が必要になってきます。チーズ、かかととしては身長にどれくらい関係しても、1から10の中から判断してくださいってことで、10がじゃあめちゃくちゃ伸びるで、1がめちゃくちゃ伸びないとすると、まあ、1.5 って感じかな。ほんのわずかにねっていう感じで関係するというふうに言ってもいいのかもねって感じですね。はい、次、 K さん。6時間睡眠とかでも結構目覚めがいいのですが、これって二度寝をして8時間睡眠とかにした方がいいですかってことなんですけども、基本的には二度寝っていうのは推奨されないかなというふうに思います。次、 S さん。質問です。身長伸ばすのにおいて寝る前の勉強いいですかってことです。どうでしょう。
うね、勉強ってやっぱ大事なので、まあ、どんどんねしていただいたらいいかなと思う。ただ睡眠の時間をねしっかりと確保するっていうところは大事だと思います。次ですね、 S さん、小学生の頃から周りの人に身長高かったんですが、中学校3年の1学期166で止まりました。まだ身長伸びますか？中学1年生162、中2164、中3166ということで、年間の成長率が大体2センチでほぼね推移してきているので、成長率は落ちてきているっていう表現になると思います。ただし今全く伸びないってことはないかなと思うんですけども、もう少しね頑張ってみてもいいと思います。はい、次ですね、 P さん、質問です。脇毛などが生えていても万丈のことってあるんですか？あと親が中2で身長伸びると言ってるんですけど、自分も中2で伸びるんですかねってことで、まずこの人が何歳なのかがちょっと謎そうですね。何歳で生えてるかってところで、やっぱそこが大事だと思います。脇毛も早熟とか万熟の目安の一つになります。はい、次 K さん、精通があるとその後の身長伸び何センチですかってことですね。これ結構難しいですね。ちょっと僕も明確なデータがないんですけども、思春期に入っては25センチというような表現ですので、思春期の中でも少しこう成熟してこないと精通ってのは出てこないので、それぐらいのね身長伸びが期待できるという表現でいいと思います。はい、次ですね、 O さん、21歳の大学3年生です。以前から肺が深呼吸すると痛む時があり、病院でレントゲン取ってもらうと肺が肋骨に挟まり痛みが生じていたそうです。現象名忘れました。要するに成長痛っておりました。成長痛に肺も関連するので、小学先生が言ったように身長伸ばす方法を実践したら伸びますかねってことで、肺の痛みか成長痛かってことなんだけど、一般的に説明する内容ではないと思います。はい、次 I さん、学校でたくさん運動して家に帰り、それからずっとお風呂入るまでスマホを見てブルーライトを浴びた、成長ホルモン出にくくなりますか？運動はいいですね。お風呂もいいですよね。スマホのブルーライトはまあどちらかと良くないという表現だと思いますけども、いかがでしょうか。はい、次 B さん、中1に約10センチあって、中2から高2まで5センチずつ伸びるのは普通ですか？普通っていう表現がね、なんとも言えないんですけども、普通の範疇でしょうって表現でいいと思います。じゃあ次ね、身長先生に聞けるのじゃ後半いっちゃおうかな。 K さん、自分の周りでは食事の量が多い子は思春期が早い気がします。太ってる子や背の高い子、5年生声がりが始まったり思春期が早く来ている気がします。自分は身長低めなので思春期来てほしくありません。でもたくさん食べると身長伸びない気もします。食事の量が多い子は思春期早く来るのでしょうか？たくさん食べても思春期遅らせる方法ありますかってことなんだけど、食事をたくさん食べたせいで思春期早く来るってことないと思うんだけど、肥満になる可能性があるので、体重管理をして太りにくくて栄養素の高いもので摂取するというのは大事になってきます。次さ、 S さんね、お家から高2になれば7センチ食べました、半熟ですかってことなんですけども、半熟です、間違いなくね。高校1年生から最終身長まで大体まあ2センチ弱ぐらいかなってところがね一般的なので、そういってみると半熟だと思います。ただ170センチ低かったら今の身長は何センチかによると思います。はい、次、体の柔軟性は身長に関係してきますか？やっぱり柔らかい方が伸びるんですか？気になっているのでお願いしますということで、少しは柔らかい方がいいかなというふうに、ね、言えるんじゃないでしょうか。次ですね、歯が生え変わるのが周りと比べて8ヶ月ほど遅かったので、これ身長にどう関係していきますかということで、少し半熟でしょうという、ね、表現ができるんじゃないでしょうか。はい、次ですね、 G さん、睡眠時間はしっかり7から8時間取れていて、昼夜逆転生活をしている場合背は伸びなくなるのでしょうかということですね。これね、まあ良くないと思います。睡眠時間だけは確保できていても、睡眠質はどうでしょうかってところと、あとはスポーツをねする習慣、食事習慣ね、そういった他の面において悪くなる可能性があると思います。はい、じゃあ次ね、身長先生危険の23番目154個のねコメントをいただいてますね。 A さん、整体お客猫で矯正で一時的ではなく長く見て身長どのくらい伸びますかってことですね。計測身長っていうのが高くなるのが一般的にこういった内容ですよね。それが生涯獲得できれば一生伸びていることになると思います。まあ一般的にやっぱり 1,2 センチっていうのね表現じゃないでしょうか。 V さん、亜鉛と牛乳の同時摂取は双方の栄養効果を妨げたりしますか？どうでしょうね。少なくとも亜鉛に関して言うと、採血を取りながらモニタリングしながらね飲むことを推奨します。次 S さん、起床時や授業等で長時間同じ姿勢を維持した後で足をぐーんと伸ばすと身長伸びるでしょう、それとも姿勢が正しくなってするだけでしょうか？これだけ伸びるってことはないと思うんですけども、一般的にね長時間同じ姿勢を保ってしまった場合は少しですね伸びをするのはいいことだと思います。はい、次ですね、18歳以降も数ミリずつは伸びるんですかねってことで、まあ人によると思うんですけど、過去にね検証した動画だと、まあ1センチ未満程度かなって表現だと思います。次 F さん、姿勢を良くするってどのくらい大事ですかってことで、これもさっき1から10って表現でやってみようかな。1から10で表現すると10が一番ね大事だとすると3ぐらいかなと思うんだけど、1個1個ね積み重ねが身長の改善につながります。はい、次 A さん、骨盤が閉じ切ったら骨延長手術以外に身長伸ばす方法ないんですか？今20歳で少しでも可能性のあることをやるので、骨延長手術以外に何かあれば教えてほしいですってことですね。どちらかというとこういうのは整体とかそういったところで計測身長を高くするってことが最もね望ましい内容だと思います。次 A さん、成長期に腰椎分離症になっても身長伸びますかと、基本的に分離症になっても身長伸びますので心配しないでください。じゃあ次が身長先生に聞けの24番目ということで、どんどんね答えていきますよ。爪の下にある爪半月という部分があると身長伸びないと身長伸びないという噂があるんです。
ですか、本当ですか、爪の伸びが早いと成長期からですか、爪の伸びと身長関係あるんですかってことですね。これも何とか質問を受けてるんですけども、基本的に私はあんまり関係ないというふうに思っています。どういったところがこういう話が出てるのかなというふうに思ってるんですけど、あんまり関係ないと私はお伝えしています。次、愛さん。1年に一気に15センチ伸びるのと1年に10センチが伸びるのとでは後の身長伸びや最終身長に関係ありますかということで、これは関係あると思います。基本的にこういうふうにめちゃくちゃ伸びる時っていうのは男性ホルモン、女性ホルモンによるものなので、逆に言うと反動が強くなる可能性があるので、ある意味注意が必要ということで、最終身長に関係ある可能性があるでしょうということですね。次、Rさん。自分は X 脚、O 脚でも成長期中に補正すると伸びなくなるとかありますか、もしくは直したら何センチが伸びやすかってことなんだけど、別に直してもいいと思いますよ。何センチ伸びるかっていう質問だと1、2センチって表現になるんじゃないでしょうか。次、 C さんね。母153、父164、兄24歳で174、自分が17歳6ヶ月で168.5、自分が170超えることは可能でしょうかってことなんだけど、なかなかいい勝負かなっていう数字だと思うんですけど、20歳ぐらいはねチャレンジしてもいいんじゃないでしょうか。ただね、この年齢だともう受診は受け付けてません。今日時点だと15歳0ヶ月未満の方しか受け付けてません。はい、次ですね。 W さん。高校3年生です。自分174センチですが、かれこれ4年3ヶ月身長1ミリも伸びていません。顎ひげが最近濃くなってきました。亜鉛タンパク質の多い食事も食べています。しかも小学校の時は常に身長が6、7、8センチずつ伸びていたので、第二次成長期があったのかも分かりません。周りの人の目線が高くなっていくばかりでコンプレックスに感じています。対処をお願いしますってことなんだけど、どうだろうね。そんなにね、もう低くないけどね。これだとなかなか難しいというかね、十分174センチあるからね、自信持ってね、大丈夫でしょう。次ですね。A さん。息子が膝の痛みでレントゲンを取った頃、骨端、軟骨が閉じる寸前だと言われました。現在、高1で165ってことで170センチ難しいですかってことなんだけども、高校1年生で膝の骨端性が少し残ってるので、ちょっと盤石っていう原因かなと思うんで、170はちょっと難しいかもなっていう感じかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい。じゃあ今回ね、最後の質問ということで、A さんね、ファスティングをすると成長ホルモンが促されると聞いたのですが、身長のマスに関係ありますかってことなんだけど、よっぽど肥満体質で脂肪が多いタイプだといいかなって気もするんだけど、基本的に子供に関してのファスティングっていうのはおすすめはしていません。はい、こんな感じで今日かなり早口だったんだけども、整理を忘れた意味でね、スピードアップバージョンでお送りしました。今後は25の質問が27で答えられる、26が28ということで2個ずれぐらいにして、できるだけ皆さんも質問するとすぐ答えてもらえるというね、そういう感じにしていきたいと思いますね。このスタイルだと僕も準備しなくていいし、ひろゆきさんみたいにね、もうパッとパソコンを開けるだけでできるのはね、いいかなと思います。今後精神上に関することね、一生懸命配信していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。今から睡眠時間を長くすれば伸び率は上がりますか。推奨時間になってくると思います。サプリメントに関して言うと、私の方で結構大事にしているのは、